回ってくる。ゲレーロ、なおバックして、どうだ、これは見送ったか、入りました。先制は中日ドラゴンズ、8月絶好調。通り援護をもらった後はスムーズな立ち上がり、梅津光大です。重信の当たりはライト線、フェアだったら長打コースになります。俊足の重信、ファーストキャンバスを、これもどうだ、ライト前のヒット。重信はサードキャンバスを蹴る、ライトからボールは返ってこない。あ、ここは空振りの三振。坂本らしいバッティング。外よりショートの坂本を踏ん張ってノーステップ一塁、どうだ、阿部取ることはできません。さあランナーの阿部前、シュートボールで詰まらせるか、サードへ、セカンドに送るか、ホームに送る、ホームはセーフです。ホームを選択。リーグ陣はあると、はい、まさに乗っているマスター、センター前に抜けました。ドラゴンズの追加点、阿部のバットから貴重です。グラブの先に抜けていきました。ゲレーロはサードストップ。さあランナー溜まってホームラン、おっとボールがそれている、ゲレーロが突っ込んでくる、ここはどうだ、タッチでアウト。レフト伸びていく、なおも伸びていく、この打球は入った、ホームラン。さあどうだ、週間の当たり破った。さあランナーがサードキャンバスを、ピッチャーの足元、セカンド抑えて、ジャイアンツ届かず。あとわずかに1点踏ん張ったのは中日守護神の岡田。梅津、球団史上2人目、32年ぶり新人初登板から参戦、3勝という快挙達成です。